このシステムはですね、放送大学の ICT 活用遠隔教育センターが提供している、リアス、リアルタイム評価支援システムといわれるもので、無償で、誰でも活用できるというものになってます。このシステムを使って、特に学生さんが授業後に振り返った内容とか感想とか、場合によったら少し長いレポートとかもですね、ここのシステムで入力してもらうようにしているということです。やっぱりその授業90分の中で振り返るっていうのはすごく学びにおいて重要なんですけども、なかなかその授業の終わりの方でごちゃごちゃっとこう振り返りを書いてもらっても深いところまではなかなかいけない。かといってやっぱり授業の時間は時間で貴重なので、それだけのためにやっぱり10分20分は取れないということもあるし、やっぱりゆっくり考えてほしいんですね。そういうお題を投げかけるので、その授業が終わってその週の週末ぐらいですね、この課題に向き合って自分なりに考えた結果を文章にまとめてほしい、その一定期間取りたいっていうこともあるということもあるし、なんといってもですね、データの入力の手間が省けるということですね。通常こう、データを紙で集めるとフィードバックしようと思ったらやっぱり入力しないといけない、それがこれだと CSV ファイルで全部ダウンロードできるので、コピー&ペーストでできるということですね。データの管理も、紙がずっと溜まっていくと膨大な量になりますので、そのデータの管理という観点からも、容易になると、そういうところからやってみようと思いました。言いません。普通にパソコンが使えて、普通にインターネットでネットサーフィンができるようなリテラシーがあれば、十分対応できると思います。ただ慣れるまでにはちょっと試行錯誤して実際作ってみる必要はあると思うんですけど、一回作れてしまえば、この作ったフォームをあとはコピーを、この調査表自体をどんどんコピーしていけるので、コピーしてタイトル変えて公開期間とか設定を変えていけば、もちろんラジオボタンにするかとか、記述にするかとか、そういう細かい設定があるとは言えばあるので、その辺はもう好みで作っていくと。リアスもフリーだし、本当に一番 お手軽にやれるものじゃないかなと思います。やっぱり回数を重ねるとこう他の学生のも見てるので、僕がこうどういうコメントを求めてるかっていうことも授業の中で何度もやっぱり強調していきますので、どうやればいい振り返りができるかとかですね、なぜこのコメントを選んだのかとかですね、そういうことをしていくと徐々にそれをこう真似ていく学生さんとかも出てきて、徐々に、量も増えていくし、質もぼちぼち深まっていくのかなという感じですね。やっぱり学生によってはやっぱりゆっくり考えたい人もいるし、やっぱり言葉をやっぱり丁寧に紡いでいく学生さんもいるし、ババって書く人もいるんですけど、時間的な制約がない分より深い記述になっているんじゃないかなというふうには思います。このシステムを使えば確かに学生からの入力は、楽になる、先生の負担も楽になる、けれどもやっぱりそれでこう集めるだけ集めて終わりでは、多分記述っていうのはどんどん薄っぺらくなっていくと思います。なのでやっぱりそれで効率化された分、やっぱりフィードバックとやっぱ合わせてやるっていうのは絶対必要条件かなと思います。多少やってるといえばやってるんですけど、こうやってこう毎回入力してもらったりしたもののポートフォーリオ化については少し十分ではないんですね。なので毎回学生は書いていくんですけど、その書いていったものが最終的に一冊かなんかわからないですけど、ちゃんとこう、最初自分はこんなん書いてたけど最後の方にはこうなってるんだっていうことがなんかわかるように、そのあたりでムードルなんかも使えるのかなとかも思いつつ、気になりつつ、まだちょっとそこまで手は出していない状況だということと、あと一つはSNS うまく使えないかなっていうのはずっと前から気になっていて、Facebook でもグループ機能あるし、Twitter でも
あるので、まあ、授業の中である程度こう質問とか思いついた時にこうツイッターとかでもこう授業で、ハッシュタグとかを出しておいて、でそこでこうバーって書き込んでもらって、その質問にこう答えていくみたいなこととか、あるいは授業以外で授業について学生同士であの意見交換をするようなバーとか、なんかそういうのをこ うまく使えるといいかなとっていうのは思ってますけどね。とにかく何とかして、はい、あの学生が主体的にその授業の中にこう入っていく、その授業で提供するものに対してこうやっぱり注意を向けてもらう、関心を持ってもらうっていうのがやっぱり最大の何て言うのかな、目指すところなので、そのためにそういうツールっていうのもやっぱ使えるものはとにかく使っていくっていうのがいいんじゃないかなと思いますけどね。